ああ。はい、お疲れ様です。吉尾 Vlog です。今、俺が魔界村の歌を歌ったら人がいなくなりましたね。はい、よしおぶいろくです。疲れたよ。ねえ。あ、お疲れ、モアビアさんお疲れ様です。はい。疲れた。つうかさ、この T シャツ、いくないっすか？この魔界村 T シャツ。この魔界村 T シャツが、後ろもちゃんとなんか、アーサーとこう、レッドアリームが戦ってるんですよ。魔界村 T シャツ。お疲れ様です、インザハウス。まあ、今日特にね、喋ることないんですけど、まあ、定期配信やっとかないとなと思って、明日休もうと思ってるんですよ、定期配信。編集しようと思って。で、火曜日、月火、まあ、火曜、そう、FF をやる暇がないっていう。はい、よろしくお願いいたします。いつももう8人も来てるじゃないですか。お疲れ様です。パワー、遅刻。はい、お疲れ様です。インザハウス、松明が気に入りです。はい、武器ね。はい。ヨンさん、吉田さん、こんばんは。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。UT1500 円です。はい。安いよね、UT ね。ユニクロの T シャツ。安い、1500円ですよ、これ。すんげえしっかりした生地なのに。お店に行っていいなと思ったら、大体まあ、携帯で買うんですけど、こう、お店にあるさ、ユニクロのタグを、スマホでこう、撮影するじゃないですか。なんだっけ、ユニクロのアプリで。そうすると、ユニクロに置いてある T シャツのサイズだと、俺着れないんですよ。パツパツになっちゃうんで、こう、選んで、お店で売ってない値段、サイズのものが買えるんで、それで UT 買ったっていう感じですね。魔界村と、メタルギアソリッドの、ちょっとせん、なんつうの？シュールな T シャツを買いました。はい。なかなか使えるのよ、UT。最近ワークマンがなんか、あんまり、こう、普段使いができないものばっかり売ってるんで、UT と GU、ユニクロと GU は結構、まあ、いいなっていう。あと、これ買いました。これ。ダイソーの、ちょっとおしゃれな方のお店で売ってる、3秒間すんげえ霧が出るスプレー。さすがに今ここで霧をすることができないんで、見せられないんですけど、すっげえ細かい霧が噴射するミストスプレーなんですけども、300円なんですよ。これすごくいいですよ。サボテンとかにお水やるときに。まあ、そんなにやることはないかもしれないですけど。普通の霧吹きよりは断然すごく使いやすくて、ボトルが黒と白のものがあるんで、よかったら購入してみたらいかがでしょうか。はい。そう、ホノマさん、今メタルギアですよ。メタルギアとストリートファイター2と、なんかファミコン、あの頃のファミコンのゲームの T シャツがいっぱい売ってた。そう、ファブリーズのミスト、ワークマン。ワークマン基本的に仕事着。そう、ワークマン基本的に、でも、ジーパンとかはいいのよね。でも最近なんか変なジーパンしか売ってない。はい。化粧水のボトルに、あ、これいいよ、このミスト、マジで。すごくちっちゃいのはないのかな。でかいのしかないんですけど、ダイソーの、最近新しくできた、ダイソーのところにだんだんこう、
100円以上の300円とか500円のものがいっぱい売ってる、ちょっとおしゃれなお店入ってんじゃないですか、ダイソンのとこに。あれ、あそこがね、すごくいいんですよ。あの、猫グッズとか、あの、ペット用の器とかそういうのもすごく安いんで、僕結構あそこ、あの、ボールペンとかノートとかも超いいよ。だってこれ。あの、この間手帳買ったんですけど、このデザイン、シリコンのゴム製の手帳なんですけども、これすんごい使いやすそうじゃない ?300 円です。これも。うちはダイソーだらけです。ダイソーの総本山、ある県、あ、そうなんだ。俺もダイソーすごくいいよね。物によってはやっぱり安いなって、ちょっとしょぼいなってのもあるんですけど、最近買ったのが、ここにさ、ハンチングの帽子の僕のコレクションを飾ろうと思ってて、帽子ハンガー買ったんですよ。こう、丸っこくなってる。ちょっと見せます。これ、見えるかしら。こういうハンガーなんですけど、これ1個ずつ取れるんですよ、こうやって。で、これにキャップとか帽子をかけるやつなんだけど、これ、ダイソーに売ってんの知らなくて、これね、1500円、800円ぐらいしたんですよ、楽天かなんかで。そしたら、同じものが、これと同じものの似たようなやつが、ダイソーで売ってたのよ。と思って、100円じゃんとか思ってさ、ハンガーなんか安いのでも高いのでも一緒じゃん。やられたと思いましたよ。うん、ね、しょうがないよね。夜寝る前に、大体楽天とアマゾンよく見てるんですけど、大体ダイソーにあるっていう。ただライト系とかそういうのはやっぱり、全然値段が違うんで、ちゃんとしたところで買った方がいいと思うんですけど、そういうハンガー系とかは、もうダイソーでいいじゃんっていう感じですね。ただ今日アマゾン見てたら、めちゃめちゃ欲しいゴミ箱があって、3800円もするの、ゴミ箱が。でも、俺のその欲しいのにぴったり合ってるゴミ箱なんですよ、そのゴミ箱は。どこ行っちゃったかな。これ過去履歴で見たのってどこに出てくるんだろう。あった。これ。このゴミ箱が超欲しいんですよね。これ。で、これ、こういう感じなんですけど、二重になってるんですよ。で、中にビニール入れて上から被せるタイプなんですけど、ビニールが外に見えないのよ。で、上のところもゴミポンポン投げ入れて蓋が閉められるっていうやつなんですけど、これさ、3800円ちょっと高くない？蓋、大きい方だって4021円だって。これさ、多分ニトリあたり行けば売ってそうな気がするんですけど、ないっすかね。うちはダイソー、爆裂祭の動画、とんでもないです。行ったばかりな、また行ってよかったです。今回、爆裂祭の動画がめちゃめちゃ再生数が上がっていて、ちょっと嬉しいんですよ。今回ね、チャンネル登録者も一気にそこから増えたんですけど、3772回も行って、今、すごいんですよ。めったに行かないですよ。1日で3700回行って。で、なんでかなと思ったら、1時間以上の動画って、これツイッターとかから登録者から来てる再生数って少なくて、ブラウジングで見てくれた人が多いんですけど、1時間以上の動画を出すと、おすすめに多分表示されやすいんですね。そう、知らなかったのよ。うん。あ、青木さんこんばんは。はい。気になってる人に名刺を渡しましたが、連絡が返ってこない。現実は甘くない。ああ、お疲れ様でございます。まあでもしょうがないっすよね。だからそのまま、僕の意見ですよ、青木さん。連絡が返ってこなかったら、多分そのままさ、ずーっと連絡来ないままっていうか、何もしないままそこにいたら、その人から他の人に行けないわけじゃないですか。だから、もしこれで連絡来なくても、つか来ないのが当たり前だと思った方がいいですね。
多分基本的には連絡先渡しても来ないじゃない。うん。だから、来なくても落ち込まないで、あ、来なかったから次のいい人を探せばいいんだっていう気持ちに切り替えてもらった方が、良いと思います。はい。僕はそう思います。俺なんかだって散々、結構、まあそんなにあれですけどね、俺も結構苦い思い出いっぱいありますからね。はい。ジャッキー・チェンがカンフーの稽古で使うみたいなもの、帽子かけ買いましょう。あ、木人ですか？木人ですよね。カンカンするやつ。置くのが邪魔です。はい。タイムセールを狙いましょう。はい。ドラマ作ろう。ボスとハセピーの恋愛ドラマ。ボスとハセピー。あ、41のボスとハセピーね。あれだけたっぷり爆裂される内容を流してもらえると、自分のような地方の遠方の人間にはとてもありがたい、良いです。ありがとうございます。はい。今回ね、1時間で一応、気づいていただいてない方もいるかもしれないですけど、ちゃんとね、一個ずつ目次作りましたんで、チャプターを。あれ、すげえ大変だったんですよ。パソコンで見ると、多分下か横のところにチャプ、概要欄のところ見てもらえると、そこにチャプターって出てきてると思うんですけど、あれ、サムネがまだ同じのになっちゃってたんですけど、時間経つと変わるんですけど、そうすると、中にはさ、その一箇所しか見たくない人がその自分の好きな場所に飛べるっていう感じにしとけば、めんどくさくないから多分再生するだろうなと思ったんですよ。だって多分そんなに全部の店、お店興味ある人もいれば、あと自分のお店しか興味ない人もいて、ここの人しか見たくないっていう人もいるじゃないですか。だからあれ作ったのがその正解だったかなっていう感じですね。はい。吉尾とハセピーのドラマ、俺とハセピーのドラマ？いやー、めんどくさい。すごくめん、編集するのがめんどくさい。なんか。禁断のドラマ。いや、無理よ、ドラマ。うん。脚本とかちゃんとしたシナリオをちゃんと書いていただいて、もうストーリーが出来上がってるんだったら、撮るのは楽ですけど、誰が見るのっていう話になる、なるね。誰が見るのってなりますの。うん。前だって知り合いがなんかドラマを作ってて、その、YouTube でね、見せてもらったんですけど、恐ろしくつまんなかったんですよ。で、多分これ知り合いの知り合いしか見てないっていう、多分そういうノリで多分素人がドラマを作ると終わるんで、多分寒い思いをして終わる感じがします。はい、101回目のプロポーズのパロディで、嫌です。本当に惹かれますよ。ハセピーとか。あの音楽流れながら、本当に惹かれる感じの絵になります。タッキーさんはなんで、ダーウィンの進化論で出てくるような、風貌、何あ、タッキーさんは、タッチーさんでね、タッキーさんね。どうなったんだろうね。なんかとりあえずヒゲを生やしていきたかったんじゃないですか、多分。わかんない。わかんない。うん、山ちゃん、はい。店舗さんと、店舗さんごととても詳しく紹介されていて、自分一人で回ってるよりとても参考になる。ありがとうございます。はい。あ、たくぼうさん、こんばんは。今回は大丈夫でした。いつも ババさんがいてくれるから、トークの、お店紹介の時とか、結構ババさんに頼りっきりで、俺あんまりほら知らないじゃないですか。だから助けてもらうんですけども、今回助けてもらえる感じがなくて、ほのまるさんとかにこう、ちょっと聞きながらとか、で、アキラさんは知ってても言わないタイプでしょ、人。俺が間違えるのを待ってる人なんで、その一瞬を取ろうと思って。だから、結構一人で頑張って喋ったんですよ。うん。だけど、ちゃんと大丈夫だ、間違ってることないかなと思って。あと、俺が心配だったのは、お店取った後に、お店の名前があんまりわかんないところとかもあって、特にメモってないんで、間違えて他の店舗の名前入れてないかなと思って、ちょっと心配だったんですよね。多分大丈夫だと思うんですけど、一応爆裂祭のホームページの中の文字のところ全部見ながら、多分ここでしょっていうのを入れたんで、合ってるとは思います。間違ってたら
しょうがないっていうことでよろしくお願いします。大丈夫でしたけど、馬場さん、そう、馬場さんになかった、寂しいよね。一回最初に馬場さん通りすがった時はもういなかったんですよ。ちょうど上司の方が来ちゃってて、話せなくて。で、もう一回どっかのとこに、後ろに来てちょっと喋った時に撮ろうと思ったんだけど、そこも一緒にいた人が映っちゃダメなんで撮れなかったっていうね。しょうがないっていう。はい。俺も詳しくわからんです。はい。私も知らない。だから、ホロマルさんとハセピーが横にいて、二人が何も知らないから、俺も知らないんですよ。ただ、ミリデコさんは会ってたでしょ？多分会ってるよね。ハセピーが買ったところ。で、いつの間にか知らないうちになんかストック持ってるしね。一体いくら使ったんだろうな、ハセピーね。いくら使ったんですか？なかなかの、なかなかの使いようだったんじゃないですか？突撃撮影。まあでもたまにやっぱりああやって爆出し隊行くのは、あ、楽しいですよね。11月は多分俺行けないのよ。おそらく、よっぽど仕事が順調に進んでない限りはいけない。後半10月、11月、12月って有給禁止なんですよ。一応、去年の話で。めちゃめちゃ忙しくてその時に休んでしまうと、きつい。うん。で、一応今年はゴールデンウィークを自分なりのペースでちょっと取ろうと思っていて、ただ、休みの連休は2日間だけ。あと自分の休み入れて、水曜日含めて3日と2日間多めに取って3日にしようと思ってるんですよ。休みをね。休むところを3日にして、あとは29日の昭和の日は、片方の仕事だけ受けてもう片方の方はやらないんで、その、問い合わせがない限りは自宅待機。で、火曜日の日は2日の火曜、29、30日は普通に、パートさんが来るんで働いて、で、水曜日休みでしょ。で、木曜日、金曜日は、一応、もう一つの仕事が入んない限り自宅待機。そう。ただ、俺は自宅待機のところは絶対遊びに行かないんで、仕事を家でちょっとホームワークしながら待機しようと思ってる。事実上、まるまる1週間、結構体が楽な、感じのゴールデンウィークになると思います。はい。そう、今年からね、ちょっと、テストなんですよ。テストで、ゴールデンウィーク、まあ、ゆくゆく慣れてきて、慣れてくれば全部休んじゃおうかっていう話なんですけども、まあ、今のところ、あんまり休みすぎても売り上げ落ちちゃうし、他の時が辛くなるんで、今年からちょっと俺も年なんで、実験的にちょっと休みを増やしていこうかなと思ってます。ただ、休みが増えても普通に仕事の問い合わせとかいろいろ来るんで、休んでる感じはしないんですけれども、多分体楽になるじゃん。さすがに、1年間含めて50日ぐらいの休みっていうか、連休ないじゃないですか。だって正月に連休したらもうゴールデンウィーク1日と、次正月なんだから。一年間に一回しか大型連休ないんで、大型連休、大型でもないよね。4日間ぐらいしかないから。だから、それを今年からちょっとずつ増やしていこうっていう、俺の前向きな、感じです。で、休んで、これで休んで、もし仕事がうまくいかなかったら、クビになります。自主的に。はい。そんくらいの圧をかけて、仕事を、やるかやらないかっていうのを今年は決めようと思うんで、街で、例えば休み増やした後に仕事がうまくいかなかったら、仕事辞めます。はい。なので、命がけで休んでいこうと思います。はい。はじめ、休みの日に吉尾さん家に突撃いいぞ。別に突撃晩ご飯来ても金取るけど。金取るよ。一食いくらで金取りますよ。VSR のレバーアクションキット、あれ嘘でしょ、あれでかい、ツナさんのやつですか。はい。あれ、どうなんですか、めちゃめちゃ、でかくて重たかったんですけど。使い方俺間違ってたんだけど。もっと休もうぜ。もっと休めないです。仕事があるからダメです。
ハセピーからお小遣いもらって。いや、お金のためにね、働いてなくて、仕事が終わんないのよ。休むと。うん。あと、休みすぎると俺仕事嫌いになっちゃうんですよ。だから、常に仕事をしてる感じにしとかないと、仕事に行くのが憂鬱になるの。今、まだ、仕事に行くのは憂鬱じゃないんですよ。なぜならば、常に、普段から、今こうしてる間も、仕事してる気分でいるから、朝起きて仕事に行くのが嫌じゃない。そう。だけど、それで、休みに慣れてしまうと、仕事に行きたくなくなるじゃない。その感覚が一回でも僕に現れたら、終わりなんですよ。怠け者なんで。爆安祭でちょい散財したから自粛。ちょい散財、結構3万4万ぐらい使ったでしょ。何気に。ちょっと高いもの買って。俺でもだ、1万ちょっと超えたからね。なんか細かいもんというか、なんかいろいろ買って。だってあれから、こんなのも買っちゃったんだよ。これ。この、出しますけど、なんだっけ、おさきましろさんの、アクリルスタンド。このキャラ可愛いよね。うん。可愛いと思うよ、俺。すごく。買っちゃったよ。パソコンのとこに飾ってありますよ。俺もこういう VTube やりてえな。VTube、ねえ。VTube?チャメ出たいって、ちょっと待って。VTube やりたい。ね、かわいいでしょ、山ちゃん。だから VTuber、そう、来た。俺は、VTuber になるじゃない。かわいい女の子で演じるじゃない。この画面上で、俺がこれ演じるじゃない、VTuber の。すんげえかわいい、みんなの心に刺さるキャラクターで、みんなが言ってほしいことをどんどん言うっていうね。VTuber。どうしようかな。よしお。インヨシコ。ダメだな。なんか名前ないですか?名前を。名前ないですかね、VTuber。ノブさんこんばんは。はい。怖くないよ、このマンさん。怖くない、怖くない。中身が俺なだけであって、キャラクターは別の人、そのキャラクターですからね。ボイスチェンジャー、ボイスチェンジャーもね、できるから、ボイスチェンジャー使う?ちょっと女の子っぽくいく?うん。吉尾さんにも推しキャラじゃないですよ。たまたま、別にそんなに推してない。たまたま、可愛いと思ったんだけど、推しキャラとかはないです。ちゃんとクレイジーミツさんの、袋見えるところに表示してますよ。はい。してます。クレイジーミツさんがこれを見てくれたかどうかわかんないですけど、ちゃんとかけてるんで。ライブ配信来た時で一言欲しいですよね。あ、でもコメントあったの?俺爆裂されるやつにまだコメント、今日忙しかったんで全然コメントしてないんで頭返さなきゃ。喋り方でバレる。はい。VTuber いいですが、もう中の人知ってるから絶対見れるって。見れる。うん、全然見れますって。大丈夫です。はい。トミコ。あ、いいね。ジャニスさん、トミコいいね。トミコってトミタってやつがいたから嫌ですね。うん、いやです。ダメでしょ。またきさんこんばんは。いや、いけるでしょ。ダメ?いけない ?VTuber。ダメっすかね?だってあれ、エロ漫画とかエロ本も、だって男が書いてるわけじゃない。別に。だから、中身は男の想像したものでしょ。だから VTuber の中身も男ではあっても、最初からその人が男って分かってても見れるはずなんですよ。多分。俺見たことないから分かんないけど、ちょっと実験的に何回かやっていい ?VTuber よしこ。ダメダメかな、ね、吉沢富彦。ここで VTuber 配信をしますって。そう、やりたい、ここでやりたいの、ね、うん。ここで。定期配信、何曜日は VTuber っつって。
あ、キャラの名前ね。キャラの名前がダメなのね。うん。吉尾さんはまんまがいいです。まんま、ただ俺が見たいです。そう、俺はまんまでいいんですけど、俺が、その VTuber のちょっと可愛いのを見たいんです、ね。そう、見たい。俺自分で見たいのよ。うん。多分、登録者数、激減するの？ダメっつったね。マジか。それはやだな。じゃあ VTube の時だけ電話で女の子に参加してもらって、その女の子に VTuber やらせれば俺じゃないから見れるでしょ。俺は、そしたら俺のチャンネルじゃねえじゃん。ダメじゃん。ダメだね。ダメです。はい。恋は吉尾、いや、恋はね、恋は俺じゃなくします。はい。俺じゃなくします。酒を飲むしかない。青木さん、ほんと、青木さんちょっと落ち込んでるじゃん。ほら。山本さん。青木さんがね、返事が来ないって。落ち込んでるんですよ。これ、元気づけようがないんですよ。そうだ、まあ、どうしたらいいですかね。元から、これまあ人それぞれだ、その落ち込み具合、俺の場合も俺がもしそうだってもすげえめちゃめちゃ落ち込むんですよ。めちゃめちゃ落ち込むんだけど、ただそこにはまだ、付き合って振られたわけではないから、俺は、その、何かを渡すとか、声をかけたっていう勇気の部分を称賛して、自分が一歩進んだっていう気持ちになった方がいいですよっていう感じしか言えないんですよね。うん。だけど単に俺、まあでもな、仲いい人に、まあでも今まで仲良く話した人と喋れなくなっちゃうんですもんね。それがきっかけでね。普通にしてみれば、普通にその後行ったりしてないのかな、そのお店には。例えばさ、返事来なかったから、あ、すいません、この間ちょっとちょっと迷惑だったかな、みたいな感じで、ちょっとそれも困るか。どうしたらいいんだろうね。どうしたらいいと思います？なんとも言えねえや、俺これ。こういうだけ女の子の吉尾さん見てみたい。吉尾さん、一回もう顔だけ CG 化してるからいいじゃないですか。あれはアップル信者1億人創出計画の、いつものアップルの人の動画を見てて、あ、これキャラクターいいなと思ってて、あれがやりたくて、あの顔でやったら、そのままの顔がいいってみんな言ってくれたんで、こっちに変えたっていうか、だ、最初からあの顔だったらあれでいいよね。途中から変えたからですよね。うん。何も言わずに新チャンネル作る。これね、新チャンネルめんどくさいんすよ。めんどくさい。すげえめんどくさいのよ。昔だったらすぐポンって作ってるんですけど、管理できないかもしれない。なんか今すげえめんどくさいんすよ。チャンネル作んの。だって俺のチャンネルでさえ、だってあれだよ。マイナンバーカードとかを控えて、海外のアメリカ合衆国に、税金登録してるんですよ。それしないと大変なことになる。多分、今やってる人で、おそらく、簡単にポンってやり始めた YouTuber の人とか、結構長めにやってるけど、それ見逃した YouTuber の人とか多分いると思うんですけど、後で大変なことになりますよ。これ、去年か一昨年ぐらいに来てたんですけど、ちゃんとアメリカ申請で、自分のその、登録というか税収を全部、アメリカ合衆国に申請しなきゃいけないんですよ。それしないと、普通に多分チャリンチャリン普通に例えば、スパチャもらったりとか、チャンネルの再生回数とかもらってる人を、後で大変なことに、だから最近よくほら、大物 YouTuber が税収なんとかでこう、パクられたりしてんじゃないですか。多分あの辺もそうなんですよ。わかんないけど。うん。これしないとまずいんですよ。ええ。次の出会いに、ハセピー、次の出会いに行きたい。私は97のカスミさんに頼めば、
なかなか頼めないですよね。なかなかチャンネル出てくださいと言えない。青木さん、吉尾さんは仕事のメンタルを保つ上で、気持ちの持ち方や考え方など、心がけてることはありますか？俺は、仕事のメンタルを保つ上で、気持ちの、自分ができると思わない。っていうのが、一番自分の仕事のメンタルで、例えばじゃあお客さんのとこ行って褒められたりとか、感謝されたりとかさ、いろいろするじゃないですか。その例えばじゃあ仕事でもなんかやった時に今回完璧にできたかなと思って振り返ったりするじゃない。だから一つの どんな完璧な人間でも失敗って多々あるじゃない。何かを忘れる。例えば発注をかける、物を発注をかける、物がいっぱい頼んでくるんだけど、それを、例えば誰か、下の物とかに、材料のやつを頼んどいて、ちゃんと LINE とかでこう確認しながら、何を頼んだって記入もしながら全部やってても、他の人たちが間違えるとするんじゃないですか。でも全部、誰が間違えようと、会社の人が間違えようと、先の相手の業者が、例えばたまたま仕事が遅くて、間に合わなくて、俺の、その、仕事が遅れようと、すべて自分のせいにするようにしてるんですよ。だから、仕事のモチベーションは、人にも頼るんだけど、すべての失敗を自分のせいにしながら、やってると、で、自分のせいにしながらやりながら何かうまくいった時もすべて天狗にならずに、俺こんなことも余裕で何も考えずにできねえんだという感覚を常に置いて、常に自分を落としてます。常に今日売上めちゃめちゃ上がった、今月いいよねっつってなってる時でも、いやこんなんじゃダメだっていう、もっとだ、例えばさ、人ってさ、このくらいの、いろんな人と付き合ってこのくらいのところが見えてるとするんじゃないですか。でも、これは、俺の中のこのくらいの高さの知識であって、多分頭のいい人とか天才とかちゃんと大学行ってたりする人たちって多分この辺見てるんですよ。だから、常に自分の見てるところって底辺で何もわかんないから、じゃあ今日完璧に終わったとしても、帰ってきて他のこと学ぼうっていう気持ちになれるようにする。だから自分が天狗にならないっていうのをメンタルを置いてますね。はい。常に自分は最低の人間だと思って生きてるとめちゃめちゃ楽。で、勉強もできるし学べるじゃないですか。あの顔だけで CG 化の動画、再生回数最低ですよ。あの顔、あ、でも再生回数は、顔だけの CG 化の動画も、ライブ配信とかなんで、結構ね、別にね、行かないわけじゃないのよ。443、だ、あ、これ俺ライブ配信じゃねえのか。動画で151回とかです。アホかっていう。アホか。でもまあ、編集も何もしてないからね。でも映画レビューも200回しか回ってなくて、昨日急に3000、な、戻ってきたのかな、見てくれる人がちょっと、おすすめに上がりだしたから。よし、あ、吉田さんこんばんは。今帰ってきました。吉田さんこんばんは。はい。青木さん消えちゃった。ありがとうございます。俺も自分が最低だと思うようにします。でも青木さん、間違えて最低すぎるって思わないようにしてね。そう、最低すぎると、その最低っていうのを、間違えて最低だと思っちゃうと、どんどん自分鬱になってくんで、そうじゃなくて、なんかこう、やってんだけど、周りの人これできるでしょって言って、できたとしても天狗にならずに、ここまでできたとしても、今日これで諦めないでもっと先ができるように頑張ろうっていう気持ちを大切にしましょうっていうことですね。はい。仕事のやりがいを感じていないから、男性で良いじゃんっていう思ってますよ。仕事の目的は人それぞれだもん。モアビアさん。はい。再生回数が物語っていますね。全身 CG 化したら。でも、一度やってみるのはありですよ。何でも。でもこれもさ、続けてればよかったんじゃない ?CG のやつ、だって楽なんだよ、あれ。CG の顔だから、
眠そうな顔しててもあの顔になるし、あの、なんか適当にできるっていう。うん。爆裂祭でいいなって思った映画も、あの、バーサテイルでした。ええ。初めていっぱい触って、バーサテイルが本当にいいなと思って。うん。あの、もちろん、あの、バーストヘッドにあった、新しいこの、花丸のところの下にはめるあの、ショットシェルの、あれ、なんつうの、あの、ショットシェルアダプターをつけた花丸とかもすごく良かったから。でも、あれは花丸、うちの花丸につければいいんですけど、買って。ただ、エアガンの中で一番良いと思ったのは、あと、あれ、カーボネイトの、CZ なんとかだっけ、新しい、CO2 のエアガン、かっこよかったのと、あと、バーサテイルはすごくちょっと欲しくな、まあ、買わないですよ。買わないけど、欲しいなと思った。かっこいいなと思った。あとは他には、エアガンはそんなに触ってないんで、ないっすかね。見てないのよ、エアガン系、そんなに。なんか、撮影に追われて疲れちゃって。うん。吉尾さんは何を生きがいに生きていますか？俺？まあ、趣味、好きなことをやるときの幸せのために、例えば物買ったりとか、そう、こういうのもそうじゃん、パソコンとかもそうだし、ゲームとかもそうだし、好きなことをやるのが幸せだし、まああとはそうね、だ好きなことだよね。好きなもののために生きてるって感じ。女性もそうだし、このガジェット系もそうだし、なんかこう、手の届かないものっていうのもあるじゃん。自分がどんだけ欲しいなと思っても、手に入れることができないっていうものって、女性もそうなんだけど、あの、パソコンとかそういうものでも高いものもそうじゃないですか。でもそれが、手に入るようにして頑張ってるところに生きがいというか、なんかあの、それを感じますね。買えないっていう、ものにできないっていうのがあったりすると、何もかもがものにできてしまうとすげえ多分短絡するというか落ち込むんだって。だから金持ってる人たちが、ま、その暇だからギャンブルにめちゃめちゃ使うとか、そういうのと一緒で、お金がない人は逆に暇がないじゃない。うん、だから難しいんですよね、その度合いっていうのが。ヨッシーさん、ゴーストバスターズ見ますと、僕はまだ見てませんが、グッズだけ見てきました、ヨッシーさん。はい。ゴーストバスターズ見てきました。あの、見てないんでまだ言わない、ヨッシーさんがまだ見てないから言わないんですけど、見た後に話しましょう。そう。あまり言わないようにしております。エイペックスのジブラルタルに、顔だけ吉尾さん、エイペックスのジブラルタルに顔だけ、あ、俺エイペックスね、やったことないっていうか、全然知らないかわかんないけど、あの、FPS のやつでしょ。ノブさん、G&G のガス風呂どうでした？あ、よかったですよ、すごく。カシャンカシャン言ってる感じの強さが。うん。ただ、まだ未発売というか、未定なんだって。あの、発売日とか。うん。かっこいいと思いましたけどね。GG。ガス&ガスガーバメント、伊藤さんのやつです。あれさ、動画見ましたけど、パーラ欲しくなった。パーラ、あと GG のガスプロ、はい、バーラーね、バーラー、ごめん見えなかった。はい、お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です、はい。あ、みんな見てくれたんです。ありがとうございますね、本当にマジで。あんな長い動画を、あの、一生懸命編集した。最初、そう、人の上の頭の上に名前ぐらい入れないと失礼かなと思ったんですけど、それもちょっと、もう、あの、今日はもう大丈夫よ。あの SSD が2つもうついてるし、USB-C のあの分配器というかハブもちゃんとスピードの出るやつを買ってあるんで、次の編集からはもう大、だってこのパソコンに外部ストレージ3テラついてますからね。3テラあればもう何でもできるでしょ。だから2テラと今まで使ってた1テラを両方とももったいないから付けっぱなしにした状態で編集していこうと思って。はい。これからはあの、ちょっとずつあの、ね、タイトルとか、サムネじゃなくて、そのコメントじゃなくて、文字入れて頑張ろうかなと思ってるんで。なかなかめんどくさいですけどね。うん。お疲れ様です。吉尾さんが興味なしの、ボルト DD、ん？何？
吉尾さんが興味なしのボルト DD4R2 何それ、全く興味がないから分かんないです。ボルト DD4R2、 ボルト DD4R2 って何、ナルト、ナルトですか、ナルト GG 本当、独自機構好きですよね。ヨッシーさん、ゴーストバスターの吉田さんだけにありでしたか、ネタバレ OK です。じゃ簡単に言うと、ヨシオ的にはゴーストバスターズ面白かった。まあ、徐々に面白くなるんですけど、よくさ、多いのが、一作目面白いけど、二作目ちょっとなーって、こう、ちょっとなーってなる感じあるじゃん。ああいう感じでした。そう。だけど、ゴーストバスターズ好きな人は、昔のキャラクターが出てくるシーンだけで、ちょっとずつほっこりしたり、こう、ちょっとなんつうの、感動を覚えるじゃない。そんなのは必ずと言っていいほど映画の中に散りばめられてるんですよ。ちょっといいなっていうシーン。だけど、本筋のストーリー自体が、まあ、フィービーちゃんがいるから成り立ってるのかなっていう感じですよね。うん、フィービーちゃんを、俺たちが心配そうにしながら見てるっていう映画ですねっていう、アキラさんと一緒に話しました。はい。ネタバレいいや。ネタバレ大丈夫してないです。ネタバレしてないです。簡単ね。うん。山本ちゃん。レブルさんのところのシュッと見えるマスクというのを買い忘れた。ああ、そっかそっか。俺花粉症だから全然、ネットにあるんじゃない？シュッと見えるマスク。シュッと見える。シュッと見えるとか、シュッと見えるのかな？シュッと。ちょっとこう、でも顔細いじゃん、山本ちゃん。俺が巻いてもシュッと見えんのかな。もうボルトってことはリコイルが強い電動ガンの予感。ボルト。わかんないです。吉尾さん、エイペックスのゲーム実況が見てみて。俺ね、FPS ね、苦手なのよ、マジで。苦手なんですよ。うん。本当に。多分できないことはないんですけど、エイペックスレジェンズを、タッキーさんに言われて、なんだっけ、あの辺の女の子たちがやってるってことで、僕もやろうよって言われたんですけど、一回やってみて、合わなかったんですよ。なんつうんだろう、こう、なんかね、もう昔のカウンターストライクみたいに、ただこう、戦うのは好きなんですけど、なんかこう、あれすげえじゃん、なんかこう、飛んだり跳ねたりとか、よくわかんなかったんですよね。また来た、オッペハイマー見てないですね。うん、多分、映画館でその3時間以上あるでしょ？多分耐えらんないんすよ。絶対寝るのよ。おそらく俺、暗がりで映画を見ると、どんなに面白くてもちょっと眠くなっちゃうんすよ。日々のなんか疲れなのか、昔そんなことなかったんですけど、実は今回ゴーストバスターズも、ちょっと時々寝そうになったんすよ。それはつまんないんじゃなくて、暗がりだから。多分3時間あると、やばいなっていうのはちょっと感じてます。昔そんなことなかったのよ。うん。ボルト DD4R2 MK18 のバリエーションですか？みんな知らないよね。よしな、感想ありがとうございます。怖い。取り憑かれる系のゲームをまた、あれね。あれやるとだって、怖いの人、嫌な人が見ないんだもんだって。取り憑かれる系。ゲームはね、ちょっと怖いのちょっと今度いっぱい出るみたいなんで、またやろうかと思う。ゴーストバスターズの新作は、おっしゃった感じは予告で予想はつきましたが、今度見に行かなきゃ。はい。山本さん、シュッと見えるマスク、ネットでは欲しいサイズがそうなんだ。なるほどね。ボルトの MP5 結構いい感じですよ。トリガーのキレは良くないですが。あ、ボルトっていうメーカーさんがあるんだ。俺そんなのも知らないですからね。ボルトの ME5。そう、まあ、そら。俺ほんと知らないんで。
いろんなことを、これから勉強していかないとと思うんですけども、覚えることが多すぎて、本当に、結構ね、前の日の記憶あんまない時あるんですよ。仕事のことは覚えてるんですけど、他のことを忘れてることが多くて、そう、覚えないとね、みんな知ってんだね。ボルトは電動ブローバックエアガンで定評のあるメーカー。桂木さん、こんばんは、インザハウス。爆裂戦動画、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あんな長い動画を見ていただいて、本当に感謝でしかない。感謝でしかないです。本当に、マジで嬉しいですね。うん。今回心配だったんですよ。今回心配だったの。4K だし、大丈夫かなと。こう。あと、そんなに仲良くないお店とかも撮影したじゃないですか、今回。だから、一応すべての店で撮影許可はもらってちゃんと撮影してるんですけども、後でなんかちょっとこの部分消してくださいとかいろいろ来たら嫌だなと思ったのよ。一本にしちゃってるんで、もう消せないじゃないですか。とりあえず今のところ来てないのと、多分見てるかどうかわかんないけど、今のところは大丈夫っていう話。うん。あとはまあ変な、なんかね、映しちゃいけないものとか映ったら大変なんですけど、それもないかもしれないんで、まあ大丈夫かなと。だその代わり、だからその YouTube さんが、基本的に今回ガス風呂打ったりとか、なんだろうね、銃映してって、なおかつお店の宣伝、GG のとかの宣伝もしてるし、値段も表記してるし、本来だったら確実に、ああいうイベントでお店の紹介とかメーカーさんを、斡旋してるとか宣伝してるわけじゃないですか。審査絶対取んないぞ。エアガンとかが銃系のものを宣伝したりする動画。もちろん中のパーツとかもいろいろ売ってないですか。外部ソースにしたりとかっていう、ああいうことも禁止だし、すべてが禁止な上の YouTube 上で、あれが通ったってことは、ちょっと俺が多分いろんな動画をやってるんで、サバゲーっていうジャンルから他のジャンルを一色単にした感じで AI が多分見てくれてんだと思うんですよね。そう。だから今までなんかいろんなこう全然みんなが見ないような動画も作ってきて正解だったかなっていう。うん。まあ嬉しかった。マジだって審査も何にもかけてないんだよ。動画アップして、テストにして、そう、アップした状態で一発で緑になってたんで、普通だったら黄色なんですよ。この動画は、収益ができませんって来て、そこから審査かけて、初めてサバゲーの銃が映ってる動画って通るんですけども、アップしてすぐそのまま緑ってことはありえないんですよ。それは多分、その今までのいろんな動画が効いてるのかなと思って、嬉しいです。はい。LINE しました。ちょっと待って、ね。実銃画像なんで画面には出せませんが、新しいリリーフォロワーレシバーは皆様がダニエル・ディフィンスに、ダニエル・ディフィンスなんだ。はい。信頼され期待されてきたものと同じものです。完全に量的機に対応しました。DD4R3S。開始価格、これね、オークションかな?2307ドルです。はい。かっこいいね。今来ました。はい。写真が。ボルトさん、山下、ボルトさんの銃、私も一丁持ってますが、使ってとても面白い。パネクさん、分割よりは自分は見やすかった。ありがとうございます。はい。ババさんが見れなかったのは残念でありました。そうな、残念ね。うん。本当だよね。タイミングが合わなかったんですよ。ボスさんにもうちのとこ撮影するとき、もしタイミングが合えば、ババさんと一緒に、っていう話だったんだけど、ちょうど、受付手伝ってるときとか、なんか他の人案内してるときとかで、今回はがっつり手伝ってたからね、一緒にできなかったっていう感じですね。うん。まあ、しょうがないですね。他の彼ほら、ほのまるさんも手伝ってくれたし、ハセピーも来てくれたし、アキラさんもカメラやってるんで、まあ普通に。ただ何かを止めてくれる人がいないじゃない。ママさんいつも止めてくれるんです。これやばいよ。だから止めないんで、大丈夫かなと思って、ちょっとドキドキしてます。はい。
ゴールドっぽいやつか。あ、そう、ゴールドっぽいやつみたい。さっきそう写真見たゴールドっぽい。後半で打ち上げ動画とか上がりませんか？後半で打ち上げ動画。あ、撮ってねえや。焼肉じゃなくてラムちゃん行ったのは。もうみんなそう、ラムちゃん普通に死ぬほど食ってた。死ぬほど食ってる感じ。撮ればよかったね、あれ打ち上げ動画ね。でも、そんなに盛り上がってないですよ。みんなひたすら食ってるんで、盛り上がってないです。はい。ホルマルさん何もしやってるよ。じゃあ、やばいやるの？何をやるの？やばいやるの？やばいやる？やばいのやるの？やばいのはやんないですよ。やばいのやる？そう、X に上げたやつだけです。男だ、酒絡んでないご飯は結構静かなもんですよ。お酒絡んでる飲みとかだと多分楽しい部分はあると思いますけど、男が飯食いってる動画は基本的にそんなにかなっていうね。うん。その爆食ですよ。ホロマルさんの俺はあんなに、あそこまで米を食う人だとは思ってなかったね。あと、肉の頼み方と、いや、爆食だわ。うん。すげえと思った。うん。久々にわちゃわちゃした感じの動画でよかった。ありがとうございます。爆裂祭でやばいのあるの？爆裂祭でやばいのたまにあるよね。うん、言えないけど。そう、たまにあるんですよ。だから、ちゃんと運営がちゃんとしっかりした感じで見張ってるので、すぐ下げさせたりとか、いろいろしてくれてるんで大丈夫っていう。うん、そう。俺はほら知らないよ。そんなには知らないけど。やっぱり撮影するとき映っちゃったりすることもあるじゃないですか、やばい。ね、いろいろあるじゃないですか。普通のだって店舗とかにもあるじゃない、たまに。やばいの。うん。動画の最後の方でデムさんとの会話の内容がすごく気になりましたけど、教えて、これはね、教えらんないっすよ。これはね、止められてるんです。メーカーさんに。なので、今年なのか来年なのかわかんないですけど、俺は好き。うん、俺はすごい好き。ガジェット好きの俺から見たら、見た瞬間にマジかっけえと思ったぐらいのものだったんですよ。何かとは言いませんけども。本当に、ただほら、そういういろんなもので自分の興味があるものしか興味のない人にとってみたら興味ないものかもしれないんですけど、俺は一押しですね。はい。ノブさん、それもそうだけど、それ以外にもほら、あるじゃない、いろいろ。うん。ブクブクしちゃいます。せっかくやったのですが、ブクブクしちゃいます。いいんだよ。うん、頑張ろう。うん。頑張ろう、頑張ろう。一回ブクブクしてみたら、俺とかハセミみたいに。ブクブク。ブクブクズ。アラフォー、アラフィフ、ブクブクズ。どうですか？この間、そういえばテレビでグランドセフトオートじゃなくて、なんだか GTO 鬼塚です。GTO やったんです、ソリマッチさんの。で、すごい久しぶりに見て、面白くて見てたんだけど、気づいたら寝てたからエンディングがわかんないんですよね。あの後どうなったんだろうと思って。途中、ちょうどソリ、鬼塚先生が、ネットに取り上げられたところで眠くなっちゃって寝ちゃったんですよ。多分みんな見てねえだろうな。うん。映しちゃいけないもののものってタッキーさんくらいだったと思います。あれいいシュールでいいでしょ、うん、シュールでしょタッキーさん、うん、ただまあね、なんか今の形になって生き生きしてるよねみんなね、うん、だから僕はすごい応援してますんで、うん、そう、もうテレビ見なくなってるので、浦島状態。タッキーさん電話してるとこガチ壊れてた。そう。ガチ壊っつうか、
誰と話してんの、なんかムッとして電話したじゃん。うん、面白いよね。あとお客さんがいる目の前で無言っていうシーンも面白かったですよね。でも普段あんな人は、あの普段はめっちゃ優しいからね。うん、多分性格が合わない人は難しいと思うんですけど、俺は大好きなんですよ、タッキーさん。年もほぼ同じぐらいなんで。うん、で、言いたいことズバズバ言うじゃん。たまに言い過ぎんところもあるんですけど、まあね、言い過ぎた時はちょっと多分みんな聞くと思うんですけど、あの性格はいいですよ。すごくいいですよ。うん、たまにちょっとやりすぎっていう時もあるんですけどね。それはほら、みんな人間生きてればみんなあるじゃないですか。うん、だけどすげえ、まあいい人です。優しいし、うん、脱獄習慣、脱獄習慣かなり落ちた。タッキーさん、あ、そう、ちょっとじゃあ僕ちょっと一服タイムです。はい、痛い痛い、足痛い、やばい。あそこ何回もやりますか。この T シャツ可愛くないですか。このレッドアリーマとこのレッドアリーマとアーサーがいる魔界村 T シャツ。アップすぎて見えないっていう。タバコ。よし。プクイチ、プクオでございます。タバコもお酒もダメな YouTube、うん、ダメなのよ。今まで関係なくやってたんだけど、タバコもお酒もレベルを下げるんですよ。YouTube のそのなんだろう、そのチャンネルのレベルを、レベルというか度合いを。俺みたいな弱小チャンネルには死活問題じゃない、うん、だから最近影で吸うようにしてます。コメント見えてっからね、もし何か喋ってくれれば喋りますからね。ちょっとマイク遠いけど、水うまいよ。そういえば4月8日から発売の洗いの油出すやつ買おうと思ったんですよ。知ってる？洗いの食べても油分を全部出してくれるやつ。テレビで今 CM してんじゃないですか。薬剤師さんに会って、変える審査は通ってるんですけど、やめました。なぜならば、多分おそらく生きてて仕事になんなくなる。副作用で、体の中の、取った油分とかと、そういうものを、ケツから出しちゃうんですよ。で、そのケツから出すのも、トイレ行った時にケツから出すんだったらいいんだけど、常に、おむつをしなくてはいけないぐらい、ケツから油が出続けるんですよ。普通の生活をしてる瞬間も。で、例えばトイレに行った時、マジで爆発したような感じで油まみれのものが飛び散ると。で、夜中寝てる時とかも仕事中のおならなんかしたものだったら、もうケツがもう油なんですよ。なので、これは、例えば、
在宅ワークとかで家で働いてる人が家から出ずに使うんだったらいいけど、俺みたいにフルに休みがなくて表にいる人がこんなものを飲んでしまったら、多分第3次で3面記事に載るんじゃないかっていう状態なんで、買うのをやめました。はい。そういえばシュパットの傘か、あ、傘買ったの？傘もあるんだ、シェパットの。知らなかったっす、俺、それ、カツアゲさん。油坊主も食べたみたいですねって、怖っつって。油坊主そう、これね、ただこれ、俺欲しかったのよ。確実に痩せるやつなんで。だけど、やめました。薬に頼んない。もうそろそろ油が復活するんで、やり始めますよ。もうウィーのコントローラーに、メリケンサックもついてますんで、見えないかな？メリケンサックね。はい。ついてますから。はい。あ、大丈夫。目の前で吸ってなければ、はい。影の方でちょっと映ってるぐらいは大丈夫です。だってノブさんや、だってダイエットのそんなのしなくてもいいじゃん。痩せてるじゃん。全然いいよ。俺とかハセピーでしょ。たださ、YouTube 的には多分再生数めちゃめちゃ上がるし面白いじゃん。買ってみた、飲んでみた、こうなりましたっての出したら、おそらく相当再生数稼げるんですよ。だけどやめました。で、買える新車だけ通ったんで、薬なんで買って転売しようかという考えもあったんですけど、薬なんで転売したら俺捕まるんでやんないっす。そう。これめっちゃ高く売れるじゃんって言って、だから買えないのよ、普通の人。審査通んないと。だけど、ねえ、それやっちゃったら捕まるじゃん。ダメよね。思わず。ちょっとハセピー、飲んでみたら、おむつしながら、実験で。え、ハセピー90キロもあんの？背低いのに？嘘でしょ？え、ムニムニガチ勢チームよしよう。フリーランスになってるから自作で3キロ、3キロぐらいで何言ってんすか？俺はここのあばらがひび入ってから動けなかったんで、気づいたらやっぱりそのくらい太ってますよ。やばいよ。総合食を一食置き換えてダイエットって効果あるよみたいで、ヒュエルとかでやってる人がいるみたい。俺ね、総合食を一食置き換えてダイエットをね、全く聞かなかった。うん、ダメです。だってドリンクも飲んだんだもん。ご飯食べずに、だってあれもやったし、やっぱね、運動しないと痩せないっす。食べる量を減らしても俺、ダメだと思った。それは、代謝がすごい落ちてる。だからウォーキング今行ってないじゃないですか。ウォーキングしたら配信できないし、仕事、ね、ウォーキングしたらここ痛いし、だからその代わりに、お家の中で、Wii のボクシングをやって、汗だくになって痩せていくっていう計画を、やる、前日に、ね、ヨガマットまで買ったんですよ。下に引くヨガマットまで買って、すべてを用意したのね。Wii のゲームソフトも買って、Wii も買って、Wii じゃねえや、スイッチね。そう。で、やる前日に転んで、肋骨が折れたの。肋骨が、ここのあばら骨のここにひびが入って、で、しかもその時花粉症で、それが悪化していくっていう1ヶ月だったんで、大変なことになりましたけど、そろそろ治りつつあるんで。ただ動画の中で見ててくれた人いるかもしれないですけども、G&G コーナーで、ガス風呂を打って人間次世代をやった時に、フルボトル打った時に、ここをちょっと痛めまして、ちょっと痛いんですけど、多分大丈夫なことを祈ってます。
みんなジム通う。だジムにね、行く暇がないんすよ。そう。8時、だって、今日だって家帰ってきて8時でしょ？こっから行ったら、もう配信できないんすよ。そう。だ配信をやめるか、ジムに行くか。うん。もう年だからやばいね。うん、今年中にはちょっと落とさないと、さすがにやべえと思ったんで、ちょっと頑張ろう。うん。運動と食後に防腐痛生産を飲むのが良いのでは。もう、あの、そのもあるんだよね。うん。そんなことを言ってると、本当に時間ないもんだって、マジで。いけないよ。無理無理無理。うん。だから、あの、配信をしながらスイッチをやるっていうね。うん。24時間好きな、いや、24時間好きな時に行けるジムの金、お金はずっと払ってんぞ。ずっと払ってんぞ、月々。あの、大会できないんで、なんか知んないけど、そこに行かないと。うん、そう。ずっとお金払ってんぞ、俺7000円ぐらい。毎月。あの、自動的に引かれてるんですけど、そろそろ大会しないとな、とか思ってんですけど、そのまま、払い続けてるっていう状態なんですけども。だってさ、この後に配信終わるでしょ？行くとすんじゃん。大変なことになりますよね。明日も仕事だし。だ、まあ、ちょっと様子見ててください。時間ないのに、だ時間俺よりはあるでしょ？多分。そう、俺よりは多分あると思うよ、みんな。スイッチダイエット配信したら、スイッチダイエットは配信そうしようと思ってるんですよ。うん。年間で8万4千円、高いエアガン買えるよね。そうだよね。そうなんですよ。やめらんないんですよ。うん。もったいないよなぁ。配信は週1ぐらいで。でも配信を週1にしてしまうと、登録者が落ちるんですよ。そう。あの、動画を定期的に出さないから。これ難しいよね。すげえ難しいのよ。どうしよう。さすがにさ、やっててずーっとさ、うだつの上がらないまま痛くないじゃない？そう。そう、登録者もせっかく増えてきてるからね。だって、チャンネル登録者だって先月から今月でライブ配信を定期配信でするようになってから、185人増えたんですよ。これ実績があるじゃない、こうやって、ね。定期配信だけやり続けて、動画をあまり出さないで185人でしょ。で、その前って、ライブ配信をしてない時って、1ヶ月増えても、3、40人ぐらい行くか行かないから逆に減ってたんですよ。それが185人増えるってことは、多分定期配信は間違ってないんじゃない？おそらく。人少なめだと聞くんで夜中のジム良いと思いますよ。まあどう時間作るかですよね。ダメよ、車だから。仕事中眠くなったら本当マジで、あの、うん、まあとりあえず、うん、あの、行かないと思ってるものを続けても続かないんで、そう、続けるものを続けていくっていう感じにしますね。前終電でジム行ってたよって。まあ、終電でジムってこれも少し前はできたもん。もう今の年と、あと今年のその仕事の量じゃ無理よ。うん。
寝ないうちは、健康には気を使いたいですね。うん。その登録者は本当に人なんですかね？人じゃない？中で、登録者の、やつを全部見たんですけど、ちゃんとしてたよ。うん。誰が何月何日に登録したっていうの全部出るんですけど、寝ない YouTuber はダメです。布団の中に入っても寝れない時はあるんですけど、最低でも5時間半ぐらい寝ないと、もう午後眠くなっちゃってまずいっすね。絶対やばい。うん。まじ、吉尾さんはトークが面白いので配信も、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。自分が、カツラギさん、自分に合う痩せ方、健康的なやつで見つられると良いですね。そうですね。うん。そういう自分何にも動画上げてないのに。はい。あれ、YouTube もあったの？ノブさんも。あるんだっけ？自分、まあでもね、うん。とりあえず、うん。そう、マイナスになって、そう、や、そうなんですよ。会社とも、契約してあるんで、3万円もらえるんですよ。ちょっとずつ痩せるごとに。だから頑張ろうと思って。そう、お金入ってくるんで、痩せれば痩せるほど。うん。そう、頑張ります。はい。そういう、この前誰かにチャンネルフォローされました。急に来るときあるでしょ、うん、急に来るとき。解約して8万4000分のタバコ買った方が良いですよって。まあそうだよね。ジムね。24。なんかそこ場所に行かないとダメなのよ。うん、行けないのよ。その登録した場所に行かなきゃいけないんですよ。その辺のじゃダメなんですよ。なかなか難しい。マジで勤めたいなって。でも休みないよ。うん、残業代も出ないですよ、アテナさん。で、基本的に仕事以外の時に仕事のことを常に考えてるっていう感じになって、有給、とか、そういうなんか用事があって楽しいことをやりたくて早く帰るっつっても、ダメですよ。帰れないです。はい、基本的に今の現在の労働基準法と、人を人として見ない感じで扱っていくんで、一切の自由がなくなるんで、はい。それでも耐えられるんだったら、大丈夫ですけど、そう。で、年末はもうあれでしょ、10月、11月ぐらいから夜、普通に11時ぐらいまで、仕事になりますんで。その自主的にね。自主的に。うん、自主的にというか、まあ、自主的にというか、うん。そう。もうそういった感覚ではなくなってますからね、僕の場合ね。うん。そう。仕事中、スケベなことばかり考えてますよ。考えてないよ。この、もう、マユさん考えてる。スケベなことばかり。5時はまだ定時じゃないですよ。5時はだってまだ仕事の時間ですから。定時は6時。だけど、基本的には大体仕事終わるのって、7時、8時。うん。それはしょうがない感じなんですけど。早い時は3時頃帰っちゃうけど、うん、定時の時間があるような感じでないからね、うちって。さ、俺サラリーマンじゃないからしょうがないんですけど、定時だ、定時、うん、定時の仕事はもう過去すげえ昔にやったぐらいで記憶にないですね。何時に上がれるっていう感じの仕事って。今何分？
1時間14分。すげえ、10時になって、また今日も何もできないですね。まあ、しょうがないですけど。46分なんで、50分にやめるか11時にやめるかって感じですかね。うん。がむしゃらに働く時代じゃ、でもがむしゃらに働く時代じゃなくても、今までがむしゃらに働かないような感じで生きてこなかったからさ、それは自分がいけないわけじゃないですか。例えば大学行ってちゃんとして、その利益によってすごいお金を得られて、ちゃんと生きていけるっていう感じのサラリーマンみたいな、そのなんかの会社に入って、いいところに入ってっていう感じじゃないから、この感じでがむしゃらに働いて、もうだからあとは隠居して生活をしていきたいっていう感じにしたいんですよ。だから、人よりも頑張ったのが遅い分、今がむしゃらにやんないと、多分老後が死んでしまうっていうね。そう。やですよ。だって年金もらって、退職金がもらって、普通にお金なくてなんか欲しいものも買えずに生きていくジジイよりも、普通に今と同じ給料をそのジジイの時にもらいながら、しかもあんまり働かない状況を作れるようにしないといい生活できないじゃないですか。そう。そう、終身雇用制も崩れてるからね。だから、そうなんですよ。俺は求めてるのは、だから、その本当に本当、おじいちゃんになってる時にシルバーの金額じゃなくて、今と同じだけの給料をもらい続けていくっていう野望があるんで、永遠に年を取って、その時にうまい具合に調整して、お金が有り余る生活をしたいんですよ。そう。若い頃にやっていた仕事は大変だったな。9時半に出勤して夜の1時に退社の前。それはきついね。うん。でも若い頃にやっていた仕事、俺9時半に出社とか出社の時間がなくて、朝働いて、午後働いて、夜働いてたから、無限に働いてたんですよ、あの頃。それに比べると今すげえ楽ですけどね。だって休憩時間に寝たもんな。レンタルビデオの受付によもたれかかりながら寝て、次の日店長に怒られるってことをすごくしてましたね。で、朝普通に夜勤が終わるじゃない？朝になるじゃない？そのまま仕事行くのよ。ね。仕事行って、寝て、寝てと仕事行って、2、3時間の休憩とかが合間があって、その時間帯に寝て、夜勤つか夜のバイトして、そっからちょこっと仮眠取って、夜中朝までビデオレンタルにいてっていうのを、何年間かずっと続けたんですよ。確かその、ある程度の年の時に。そう。それで、鍛えられたんですね。俺、過労すんじゃないか。まあ、過労っていう言葉がなくて、それをしないと、多分俺、多分30代ぐらいになった時に、廃人になると思ったんですよね。だから、20代で苦しい思いというか、20代から30代ぐらいの前半で、この苦しい思いから解放されないと、俺の人生がなくなると思ったんで、多分そういう仕事の方法を掴んだんですよ。で、30になって SV とかやり始めた時に、バカみたいに高い給料をもらって、それで全部、チャラにできたっていう感じで、新しい人生を歩んでるんで、はい。その頃に比べたら、今すげえ夢のような、夢のような生活ですね。楽です。自分も昔は3日くらい徹夜で帰れないこととかありました。あんなのもうダメですね。そう。サウナで寝る。サウナで、ちょっとした休憩で飯を食うんですよ。それで、もう仕事が忙しすぎて、その、喉を、唐揚げが通らないんですよ。で、箸を持って飯をつかみながら、口に入れた時に涙が出たんですよね。食べるのと、生活が辛すぎて、それは今でも忘れないです。で、久しぶりに何ヶ月かぶりに友達に会って、たまたま次の日休みで、家でゴーヤンチャンプルを作ってもらいながら飯を食った時に、その、何も感じなかったその、
ロボットのような生活をしていた仕事の状態から、その友達とかのぬくもりとバカみたいにやってる生活環境を思い出し、その時も確か唐揚げを食べながら涙が出ました。それだけは忘れないです。電通の騒動以降、やっと現場で改善され始めました。あんな時代は狂ってるますよね。でもなんかそのさ、俺がすげえ忙しそうで今感じてるかもしんないけど、全然そこまでじゃないよ。そう。だからね、大丈夫です。全然。無理やり働いてるわけじゃないからね。なんか。仕事が多分好きなんですよね。すごく。そう。行くのめんどくせえなとか、楽しいと次の日休みてえなとか思うけど、やっぱり、もしかしたら、なんか俺働いてる時も、なんか普段休んでる時と変わんない感じの気持ちでいるかもしれない。そうだよね。だって休んでる時も、問い合わせとか来るから仕事してる感覚じゃん。だから多分、仕事をしてる感覚で常にいるから、仕事が多分嫌じゃないんだよね、多分ね。そういうことですよね。そういうことだよね。そういうことだと思う。忘れかけてたフリーダム。はい。おすみさんもそうですが、よしおさんもワーカーホリック気味。ワーカーホリック気味。よしおさんは自分で自発的って面で違うかもしれないですね。なんかわかる。そう、自発的ね。これ会社に嫌々で働いたら嫌だもんね。仕事は好きだけど会社が嫌。俺もでも嫌だったよ、最初。だけど、自分が好きなようになるように会社を変えてったんですよね。最初すげえ嫌だったもん。人とかも嫌だし、全部嫌だったんだけど、このままじゃいけないと思って、自分が好きになれるようにいろいろ改善してったって感じですね。若い頃は働いてる感覚より、これなんていうの？もわべさんこれ読めないよ、俺。ごめんなさい、読めないっす。ごめんなさい、バカで。でっち方向。でっち方向って何？でっち方向。使ったことないっす、この言葉。でっち方向。奴隷に近いっす。あ、でもそうね。若い頃はそうですよね。でもなんか今は、なんか、生きなきゃいけないというか、仕事ってしなきゃいけないじゃない。で、仕事しないと好きなもの買えないじゃない。だから、仕事があるだけなんかありがたいかなっていう感覚にはなるんすよ。だから辞めたら辞めたら仕事を探せるんですよ。今そんなに選ばなければ。だけどなんかそこの世界に足を踏み入れてしまったし、やりやすいから人間って、その仕事場を辞めなかったりするっていうのが多いんですけど、そう、だから頭のいい人とか、その、いろいろ知識、だ仕事を仕事として思ってる、仕事とプライベートを分け、完璧にこれは仕事ですっていう人は多分今の世の中、生き残りやすいんでしょうね。だから、その転職だったりそういうことを、パッてこうやって自分の道を開いていくじゃない、みんな。新しい仕事場に行って、転職をして自分の能力を高めるところに行きたいっていう感覚で、いろいろ出てるじゃない？転職とかいろんなものもあって、自分のやる、こう、生かして働き方っていうのがあるんだけども、それができない昔みたいな、その昔の感覚みたいな俺とかは多分遅れてるんだよね。どっちかっていうと。どんどん転職して、人生多分一度きりなんだから、新しいことをしてった方がいいっていう感覚もあるんだけど、そのギャンブルにかけられない。なぜならば、例えば、なんだろうね。パソコンがそんなにプログラムできるほどそういう知識はあったりとか、そういうことがないし、どっちかっていうと技術系だから、
そういう定職には生かせないんじゃないですかって俺の中で思ってるんですよ。うん。タクボーさん、ピン札2000円札を投資番号で5枚保管してありますが、投資になってますか？え？番号、投資番号、ちょっとした投資になってるとは思うんですけど、多分何年かしてもちょっとビビたるもんにしかならなそうな気がする。ノブさん、はい。自分も13年くらい前から自発的に切り替えたので、会社に行くのは辛くなくなりました。でも今はフリーなんで、なおさら自発的です。いろいろ大変だけど最高ですね。だそれが完璧なる若いうちに、ちゃんと自分のやりたいことで食っていくっていう、勢いを出せた人だよね。だからフリーランスになるっていうのって俺相当な覚悟がいるじゃない。ある程度の知識と、そのある程度の食えるっていう環境を自分で作んなきゃいけないわけじゃない。だからいかに会社に雇われるのかっていうのって、マジで楽なんそう。これ、フリーランスになって仕事を取ってくるってことは、例えばちょっとでも仕事を遅れたりとか、ちょっとでも何か間違ったことがあったりとか、相手に気に入られなくなったら、そこで仕事なくなるんですよね。だけど会社にいる限りは会社がちゃんとしてれば、自分がちゃんとしてなくてただただ働く人間であったとしても仕事は来るのよ。ちゃんとしてればね、上の人も。だけどこれ自分でやってみたらいつでもかんでも多分今の俺以上だ、今の俺以上に仕事を取るときにモチベーションを上げていかないと、売上ってここからこのまま増えないじゃないですか。それをここに増やすのって自分だけなんで、すげえ俺は、だからその、本当に自分で会社を起こして自分でやってる人って尊敬する。すげえと思う。俺には、できないです。俺人の下で、その売り上げを伸ばしたりとか、稼いだりする手段をいろいろ考えてやっていくのは、多分一つの甘えじゃない、これって。だってそこにそんだけの土台があって、そんだけのものがあるから余裕で、それを使いながら金を稼いでいくわけでしょ。だけどこれ自分だったら俺多分できないんだね。できないというか、怠け癖が出て、ああ今週ちょっとじゃあサバゲーで行きたいから土日仕事しないでっていう感覚になっちゃうんですよ。それがないからこそ頑張れる。うん。でもそこで入ってきたものって自分のお金に全部なるんだけど、俺は結構その辺もいい加減だから、多分税金払い終わお払いちゃんとしてなかったりとかして、会社が多分そのうち、おそらく自分でやったら俺5年持たないと思います。俺はね。うん。そう、だから昔からそうなんですよ。自分で会社を起こして、自分で仕事でフリーになって、あ、でもフリーランスと会社は違うのか。フリーランスだからフリーランスなのか。昔はフリーランスって言葉なかったもんね。会社をするか、自営でやるかみたいな感じですよね。二十歳の時にフリーランスだった。そう、だからフリーランスでもフリーランスを続けてられないじゃない、やっぱり。お金はエラー紙幣。紙幣を注意深く探すと良い投資になりますよ、だって。エラー紙幣。吉尾さんは個人事業主じゃないんですか？違いますよ。俺個人事業主じゃないです。雇われの、個人みたいな感じ、半分。雇われのね。自分で全ての、その、運営をすることは俺には無理です。はい。なぜならば、金借りて持ってくるだけの、その能力が多分ないから。例えばじゃあ、1000万のものを先に仕入れなきゃいけなくて、1000万すぐに用意できますかって言ったら、俺、用意できないですもんね。そう。せいぜい、500万ぐらいじゃないですか。だけど、それができないと、一人でやっても仕事にならないんで、雇われてる状態ですね。うん、自分も決断するのに、1年くらいかかりました。すごいよね、ちょっとこのね、フリーランスのね、これは俺は本当にすごいと思う。できないもん。だからよくさ、爆裂祭とかでもいろんな事業者さんがさ、お店出したりしてんじゃないですか。俺すげえと思うよ。俺には、
その自分で何かを作って物を売ったりして稼いでいくっていう能力はおそらくないんです。絶対にないと思う。あの、怠けるから。そう。でも誰かの下に働きながら、ある程度のわがままをしながら働いていく能力は多分長けているとは思います。そう。自分ではできないです。みんな、ほんとすごいよね。だから、やり手だもんね。なんか見てるとね。うん。すごいと思う。すごい、今度、ノムさん、その、あの、フリーランスのその、感じをちょっと今度、飲みながら教えてよ。俺もあの、ちょっと、フリーにまではいかないけど、いろいろこう、仕事の他に仕事、今ほら、副業自由じゃん。YouTube も副業になりますけど、いろんなところでちょっとしたやつでお金を稼ごうとは思ってるんで、今までも何回かやってお小遣いはいろいろ稼いだりはしてるんですけど、いろんなことをちょっとこれから先もどんどんやっていきたいんですよね。男の YouTuber は結構すぐ仕事辞めますよ。5万人くらいでフリーランスになる人も多いですけど、女性はちゃんとしてますよ。あ、そうなんだ。俺は絶対仕事辞めない。うん。宝くじが当たっても辞めないですもん。うん。なんか悔しくて辞めんのが。最後まで見届けたいよね。なんかせっかくだったら。自分も思います。爆裂祭の人たちみんな尊敬の眼差しで毎回見てます。フリーランス見てると会社が欲しくなるんだ。そうなんだ。なかなかな。何かをやったりとか何かを感じたりっていうのがもうあと2年で50歳ですからね。遅すぎるんですよ。そういう感覚になる俺っていうのは。今までもなんかいろいろやってきたけど、本当になんかあの知識が乏しくてというか、ダメダメくんじゃん。ダメダメくんなのよ。だからその、今まで、おそらく俺すげえめんどくさがり屋で、それよくさ、最近流行ったのがさ、ほら、会社で飲み会があったら行きますか行かない、行かないですか論争みたいなのあったじゃないですか。俺、参加するんだけど、めちゃめちゃ行きたくないタイプ、めんどくさいから。あの会社の飲み会とかって。だ自分で例えば先輩との飲み会とか、いろんな、ね、人とかの飲み会とか、例えば会合とか、そういうのには、基本的にはめんどくさがり屋だから、あんまりこう、出席しないで生きてきた人間なんですよ。だけど、40を超えてから、遅いでしょ ?40 超えてからですよ。いろんな人に会ったりするのをなるべくまめに、いろんな人付き合いを大切にしながら、ちゃんと礼儀守って、そういう時に関して挨拶とかもそれをすっかりしながら生きてきたら、いろんな人と会って、その、知識をすごい学んだ時に、俺の生きてたその世界って、めちゃめちゃすごい手のひらぐらいの世界だったものが、いろんな知識が入ってくるから勉強になるじゃないですか。それで、いろいろ学んで勉強していろいろなことに手を出していったんだけど、遅すぎるんですよ。うん。だからもっとね、若い時にちゃんと大学とか行ったりして、ちゃんと勉強してればよかったのに、すごいダメダメくんだったんで、借金返すことばかりに集中して生きてきたんで、こっから、こっからです。はい。こっから頑張ります。フリーランスのペーペーなんで、そんな話せることがあるかわからない。でも、お仕事の話しながら飲んだりするのってすごく楽しいっすよ。うん。なんかこれからどうしようかみたいなモチベーションも上がるし、自分は行かない派。今の時代は許されるでしょう。昔は風当たりきつかった。そう、自分もね、行かない派というか、俺3人以上4人以上の飲み会とかも嫌なのよ。あと忘年会とかもめんどくさいの本当は。団体行動まず苦手でしょ。極度のめんどくさがり屋だったんで、会社の飲み会めんどくせえなとかなっちゃうのよ。うん。そう。そうなのよ。うん。ね、ほのまさんも行かないでしょ。うん。そう。
そう行かないの。ただ仕事のそのいろんなところの人の上、自分のところじゃなくて他のところの会社の人とはなるべく、この前のオラシさんもそうだけど、あの積極的に何か来たらあの飲み屋連れてってあげたりとか、そういうことはちょっとするようにいろいろしてきたんですよ、うん、自分の会社の自分の会社の中だったら別にそれ行かなくてもいいの。自分の上司に媚び売る必要もないし、ちゃんとしてればいいんで。ただ他の会社の自分の営業先だとかそういうところの人はちゃんとしっかりパイプを作っとかないとダメかなっていう感覚はすごくありますね、うん、一人飲みいいね。最近行かなくなりましたね、うん、よし。お、11時過ぎた。じゃあそろそろですね、はい、ライブ配信11時過ぎたんで、この後僕11時15分か半ぐらいからちょっとオンライン会議があるんです。なのでそのオンライン会議を済ませなきゃいけないんで、今日はこの辺でライブ配信の方を終了したい。結局やっぱり1時間35分喋りましたね。はい、いつもありがとうございます。本当ありがとうございます。できれば、いいねボタンを押していただけると。多分10人ぐらい押してくれてるんだよ。多分コメント欄でみんないつも書いてくれてる人、押してくれてるんだよ。うん。そう。できればね、ここにいる19人ぐらい、今もう減りましたけど、15人になりましたけど、ぜひですね、登録押せるようにしていただけると。あ、ヨッシーさん、また近々飲み行きましょう。ヨッシーさん飲み行くときにノブさんも行きましょう。これ町屋の夜を来れる人なんで。じゃあ、カツダケさんも皆様も、はい、ホノマルさんもみんな、アモアビルさんも、タクボーさんも、はい、ジャネさんも、みんな、ハセピンは寝たね。はい。また、お会いしましょう。I'll be back. お疲れ様でした。良い週末最後の日曜日をお楽しみください。はい。明日から月曜日です。皆さん頑張って仕事してください。